レジスタンスの諸君ごきげんよう。ほっ、カイロレンだ。突然だがつい先日大阪に引っ越した。荷物の整理やら住民票の移動やらでくっそ忙しい最中だが、つい先日こんなメールが届いたので紹介しよう。これを見てくれ。突然のご連絡失礼します。僕は映画監督をしている仲間という名のだ。以前から北海道蓮さんの動画楽しませてもらっています。今回僕が初めて監督した長編映画先生口裂け女ですが公開されることになったのだ。制作及び配給は北海道さんが以前レビューした忍者 VS シャークと同じなので安心して見てほしいのだ。オンライン試写会のパスワードを送るのでぜひ見てほしいのだ。もし動画にしやすい内容だったらお願いしますなのだ。この映画公開2週間でひっそり消えそうだから、できるだけ多くの人に知ってもらえると嬉しいのだ。あ、ちなみにレビューのやらは1万円で勘弁してください。低予算だから許してほしいのだ。その代わりボロクソに叩いて、はちゃめちゃにレビューしちゃってください。あとこれはお願いなんですが、7月7日から上映だけど、中盤以降のネタバレはうまいこと避けてもらえると助かります。じゃないと僕が配給会社さんに怒られちゃうのだ。よろしくお願いしますなのだ。というわけだ。映画監督本人からメールが来てしまった。まるで正気とは思えん。どう考えても判決的にアウトなマスクかぶってやつだぞ。映画業界の人間が絡んでいいわけないだろ。何考えてんだこいつ。ていうかギャラ1万円で1万円はぁ、ふざけんな。桁が一つ足りねえだろ。こちとらね、ついさっき映画配給会社のの案件が予算不足っていう理由でお断りのメールを返信してばっかりだぞ。かわいがしらにも送っとけ。 YouTube 趣味でやってんじゃねえんだよ。舐めやがって、いい度胸してやがる。気に入った。今回だけ特別に受けてやる。ありがたく思え。ちょうど今日洗濯機の取り付け作業やってもらったんだが、ドレンパンのスペースが足りなくて無駄に工賃払ったばっかりだからな。これに当てさせてもらおう。まあ一応この貧乏人監督の紹介をしておくと、1991年生まれの脱サラ監督らしい。俺とタメかよ。いくつか作品を受け持っているが、ひどいラインナップだな。これちょっと動かしちゃうと、地獄のテレワークのやつ。ちょっと面白いぞ。なかなかいいセンスしてやがる。ということで今回は、7月7日上映のクソ映画、ヤンキーと都市伝説のコラボ作、先生、口裂け女です、をレビューしていこうと思う。割とネタバレするが、こいつが配給会社に怒られようが、俺も知ったこっちゃないので、別に構わんだろう。1万円でガタガタ抜かすな。よろしく頼む。あらすじ。高校生のたかしは夜な夜な原付を盗んでは怖い先輩に売り払い小遣いを稼いでいた。そんなある日、いつものように射程とともに原付を盗み出していたたかし。ところがその原付は有名な都市伝説の化け物、口裂け女の愛車だったのである。口裂け女に目をつけられ追い回されるたかし。しかしオカルト雑誌の懸賞金に目がくらみ退治することを選んでしまう。仲間を引き連れ完全武装万全の体制で迎え撃ったのもつかの間、口裂け女の圧倒的戦力の前に全く歯が立たずサクッと敗北してしまう。藁にもすがる思いで命乞いをし原付の返却を約束するたかし。するとなんとあっさり和解してしまうのだった。驚くべきことに巷で有名な口裂け女は運動神経がいいだけの顔に傷を負ったただの独身女性だということが判明。割と打ち解け合い仲良くなるたかしたち。都市伝説とは一体何だったのか。
すっかり仲良くなったたかしは、約束通り売り払った原付を取り戻すべく、怖い先輩のところに盗み返しに行くのだった。しかし、あっさりバレてしまう。たかしを襲うさらなる受難とは、自称ホラーの皮をかぶったハートフル青春ドラマが今始まる。先に言わせてもらおう。1万円で忖度していると思われたくないので、口が裂けても言いたくないのだが、割と面白かったです。ふざけんな、これ全然ホラーじゃないじゃねえか。ただの青春ドラマじゃん。俺ホラー大好きなんだぞ。口裂け女とドヤンキーのバトル期待してたのに、登場人物全員仲良しかよ。げっかりだ。しかもこの映画、ふざけたタイトルからは想像がつかないほど丁寧かつ真面目に作ってやがる。忍者シャークよりしっかりしてて見やすかったが、真面目に作ってやる分面白さは劣るといった印象だ。このなんかはっちゃけてる感じがなかった。俺が一番レビューに困るタイプだ。ただあの主人公の姉貴はめっちゃ可愛かった。ドストライク。まあ正直クソ映画になりきれない人々の記憶からひっそり消えるタイプの映画だろう。しかし俺も一応クリエイターの端くれ、心血注いで作った作品が誰の目にも止まらず闇に消えていく、これが作り手が最も悲しむことだというくらいはわかる。ネタバレ防止で語ることが少ないが、サクッとレビューしてやろう。あ、その前にお前ら重要なお知らせがある。耳かっぽちってよく聞け。ここでいたの知らせだよ。ホカイロレンウスが再販決定。コンドハティサチュエラビラニショクマグカプが新発売だよ。クソ映画ボミルナ、これを着て映画館に行け。コリアカウシカニナ、ケンリオクニコエタネスミ。コリアアウトダナ、サウナに入ってるカピバラ。実はこれ僕が直筆でデザインしたんですよ。かわいいでしょ。サウナ好きなんですよね。コリアトトノラシカニナ、クニュートクテニャカンバッチキケイニエンテイハツバイカヨカエ。コリアモウカウシカニナガイヨウラノリンクカラトブシカニナ。ということでよろしく。今日から帰るから。何これ口裂け女関係ないじゃん。ただの独女かよ。日本の道路交通法が厳しくて許可が下りなかったのか、疾走感のあるシーンも皆無。セリフが多すぎてミステリー感もない。話すとめっちゃいい人だし、原付返しただけで許してくれるとか成人かよと思っていたら、ラストで人殺しまくってて草生えた。いきなりなんだあのバイオレンスシーン。こうさ、ハートフルなドラマの流れだったじゃん。なんでいきなり人殺しまくってんだよ。びっくりしちゃったじゃないか。この映画に出てくるバイクはすごくレアものが多くてよかった。監督の中本がライダーらしく、原付やバイクの描写が非常に良い。っていうか中本 KZ 線持ってんのかよ。300万くらいするぞこれ。金持ってんなら報酬金ケチんじゃねえよ。あと俺マッドマックスは KZ が出てくる1作目より2作目の方が好きだから。特に劇中に出てきた SR、めちゃくちゃいいセンスしてんなぁ。俺も学生の頃、2型のカスタム車先輩から買って乗ってたし、今乗ってるのは4型の SR だから、なかなか目を引いた。このロケットカールにアルミタンクってくっそ金かかってんだよなぁ。あ、ここだけで20万くらい飛ぶだろう。左出しで勝ち上げてるマフラー、この液体手曲げ加工か、ハイセンスすぎるだろう。初めて見たわこんなの。前にスカチューしないのもポイントが高い。正直俺が欲しいくらいだ。だが映し方が物足りない。車両の美しさがあまり反映されていなかった印象だ。まあ俺も素人だから偉そうなことは言えないけどさ、トム・クルーズのようにやるとは言わねえよ。ろくな走行シーンがないし、何より作る側のバイク好きが前面に出すぎててくどかった。中本貴様、やたら用語を入れたくなる病にかかっているな。俺が思うに、映画に出てくる乗り物に解説とか用語とかは一切いらないと考えている。例えば例を挙げるとすれば、そうだな。
レッドマックス怒りのデスロードでガソリンを口に含んでエアインテークにパーって吹きかけて加速するシーン、俺めっちゃ好きなんだけどさ、素人が見て理解できなくてもなんか車両の特性が伝わるようなシーン見せる演出ってのがあんじゃん。この映画で言うとだよ、主人公の姉貴が口裂け女から逃走するために SR を派手にキックしてアクセルターンとかしたら最高にクールだし、逆にエンジンがかからなくても緊張感出るし、つまりこうなんかあれだよ、そういうシーンが欲しかったんだよ。あ、ちなみにこの生き物かっこいいだろう。高円寺の魚屋で買った、あげないぞ。ということで今回のレビューは以上だ。今回2週間で上映は終わるらしいので残りあと1週間程度か。概要欄に上映館検索できるサイトを載せておくので興味があるやつは見てやってくれ。あーもう忙しい。火曜の新作映画も公開されたし、スパイダーバースもまだ見れていない。それどころか引っ越し作業で水星の魔女すら見れてない。マジで忙しいが、これからもよろしく頼む。それからグッズもう買えるからな、お前ら買ってくれよな。期間限定だぞ。それでは諸君、さらばだ。